カツライス食べるのね。 OK。 さあ本日はですね、久々に激辛メニューを食べに来たということで、こちらはですね広島駅内にある担々麺屋さんなんですけど、デスと呼ばれるですね、店員さんから本当に辛いんですけど大丈夫ですかっていうですね忠告を受けてしまうレベルの、汁なし担々麺を食しにやってまいります。さあ完食できるか乞うご期待。いただきます。あ、箸2個取ってた。結構濃厚だね、汁が。汁っていうよりももうなんかソースがね、ナポリタンみたい。ナポリタンだと思って食えばいいよ。こんなほぼスープはもうほぼない感じ。俺もいただきます。食べる？どうですか？うん、1食目でむせた。この糸の唐辛子がいいですね、非常に。そうね。俺はね、今しゃっくりが止まんないの。胃がもうやられた。あれはしゃっくりがやばい。何の勝負これ。でも麺は食べ終わったよ。え、早っ。麺は全部終わりました。あとはこれだけ。完食。きれいさっぱり全部食べ終わりました。うん、美味しかった。見てきれい。でもじんわり汗ばんでくるわ。うん。まあ俺からしたら余裕だね、全然。ということで、こんな感じでだいぶ汗がかくぐらいのレベルではありましたけど、見事完食しました。イエイ。なんてとこだっけ。国松武蔵坊というお店のデスと呼ばれるですね、激辛担々麺完食です。